今入ったニュースです。米沢市のお少子な観光大使の秋武城さんが。今月十五日にお亡くなりになりました。七十五歳でした。秋武城さんは米沢市出身の女優で。平成十八年十二月からお少子な観光大使を務めていました。近年はテレビ出演の際。 米沢市の魅力を全国に発信していました心からお悔やみ申し上げますでは次です米沢商業高校の教諭を招いた企業会計に関する授業が今日米沢工業高校で行われました 米沢工業高校と米沢商業高校は令和7年度に統合することになっていてこの授業は統合を前に共同の取り組みとして米沢工業高校が行ったものです今までは両校の生徒会役員などの相互交流が行われていましたが教養マ招いての授業は初めてです講師には 米沢商業高校商業科の佐々木智則教諭が招かれ機械生産類の3年生81人に企業会計に関する授業を行いました米校では工業管理技術という科目で工場の経営について勉強していて今日はコストや会計を意識した経営者目線の企業会計に関する授業が行われました 生徒たちはクイズ形式で出題される会計についてのさまざまな問題に答えながら、商品を生産販売するまでの費用や利益が生まれるまでの仕組みについて学んでいました。米子では、統合に向けて機会があれば今後も米沢商業高校から講師を招いて授業を行いたいということです。 長年にわたり公民館職員として勤務した人に贈られる永年金属職員表彰の伝達式が昨日、南陽市役所で行われました全国公民館連合会では毎年公民館職員として15年以上勤務し他の模範となる活動をした人などを表彰しています今年度、 山形県では10人が受賞し南陽市では平成16年度から宮内公民館などで19年間勤務している平淳子さんと平成17年度から赤湯公民館などで16年間勤務した佐藤美智子さんの2人が受賞しました伝達式では出席した平さんに長浜教育長から表彰状が手渡されました 長浜教育長が長年にわたり地域のために尽力いただきありがとうございますと感謝の言葉を述べると平さんはこれまで地元の良さを改めて知ってもらうためさまざまな講座を企画してきたこれからも活動を通して地域の人にとって身近で信頼できる存在でありたいと話していました。ででは次です 防犯交通米沢少年隊の輝きの心伝承式が一昨年米沢市の沖田総合文化センターで行われ、三年生が後輩に活動を引き継ぎました。防犯交通米沢少年隊は市内の中学生で組織するボランティア団体で、今年度は中学二三年生合わせて五十二人で活動してきました。 輝きの心伝承式は活動を終えた3年生への修了証書の授与と新たに加入する1年生への退院証の交付を兼ねて行われたものです初めに活動紹介が行われ6中2年の退院4人が詐欺被害防止や交通安全を呼びかける啓発活動として詐欺注意の文字が入ったリンゴを栽培して配布したり 広報動画やポスター、音源を制作したりしたことを発表しましたこのあと、この日で活動を終える3年生27人を代表して米沢五中の旗田葵さんに防犯協会の若槻宏会長から終了証が贈られました。 そして、隊長を務めた米沢一中の松木裕太さんがお礼の言葉を述べました。続いて、新しく入隊する1年生24人の名前が呼ばれた後、代表して米沢五中の戸賀志実さんに退院証が手渡されました。最後に1年生を代表して米沢二中の横山瑠香さんが決意の言葉を述べました。 レサワクチンの学校から来る二十四名の若者と共とに一致団結し活動し私たちが住むこのレサワの未来を少しでも明るくしていけるように努力していきます。新たな体制となった少年隊の隊員たちは今後の活動に向けて気持ちを新たにしていました。米沢市で活動している。 高橋幸風書道会の書店が今米沢信用金庫本店のロビーで開かれています高橋幸風さんは米沢市在住の書道家で自身が指導している書道会には現在40代から80代までの14人が所属しています今回の書店には 広封さんと生徒が手がけた金と漢字の作品15点が展示されています。会場には、堂々と書き上げられた漢字の作品や、柔らかく滑らかな線で書かれた和歌など、個性豊かな作品が並んでいます。広封さんは、「書くことが好きな会員が心を込めて書いた作品なので、楽しんで見てほしい。」と話していました。 訪れた人は一文字一文字思いが込められた作品をじっくり眺めていましたこの書店は前期は今月23日金曜日まで後期は作品をすべて入れ替え今月26日月曜日から来月13日金曜日まで開かれます